はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、ワインということでね。俺ワイン嫌いなんですけど、ちょっと最近ね、食卓の、まあ、晩飯の時にワインを飲みながら、まあ、飯を食うという感じで、やってます。今回は、初めてなんですが、ワインは初めてではないんですけどね。コンビニで買いましたロスモノーリスという、ロス、モリノスか。ロスモリーノスか。ロスモリーノス赤です。赤ワインです。こちら、どこで買ったかというと、まあ、コンビニのセブンイレブンですね。確か400円でした。安い。容量が 750ml で、アルコール度数が 12%。原産国がスペインです。スペインの代表品種。テンプラニーリョとガルナッチャを使用した華やかな香りと柔らかい口当たりが魅力の赤ワインです。5段階表記で、二段階の、二個目の、ここにね、警戒か、芳醇かっていうの。警戒の方に、二段階目ですから、まあ、割と軽い。飲み頃温度が10度から12度。軽く冷やして。ということで、まあ、一応ね、冷蔵庫の中入れときましたけど。輸入者がメルシャン株式会社。うん。まあ、輸入者は、メルシャン。まあ、でも外国のビール、あ、じゃね、外国のね、ワインですからね。でもこの量で、アルコール度数 12% で、400円ですからね。まあ、安いんだと300円とかありますけども。うん。ね。まあ、こちら飲んでいきたいと思います。セブンイレブンでね、結構ね、コンビニでもね、結構売ってるんですよね、ワインね。もう、ワインいっぱい売ってるんですよ。それをね、今まで知ってか知らずか、ずっとスルーしてたんですけど。いただきます。乾杯。うん。あのね、俺ワインには詳しくない。ので、なんとも言えないですけど、酸っぱい。のと、渋い。これ甘くはないですね。うん。多分、甘口か辛口かで言うと、辛口の部類の、だと思います。まあ基本的にね、でもね、食事中にね、結構ね、飲むと美味しいんですよ、これ。うん。食事中に、これ単品で飲むとね、やっぱり、どうもね、きついんです。やっぱり。このね、渋みとね、酸味だよね。それがきつい。うん。まあ、これちょっとね、てか、俺そもそも多分甘口ワインが合うと思うんで、少なくとも辛口よかは。なんで今度ちょっと、辛口の、ちゃう、甘口のやつ買ってみようと思います。まあ甘口で、まあ国産でいいわ。国産の。国産の、まあ、400円ぐらいのやつ。安いやつ。買って甘口って書いてるやつ。
買ってみたいと思います。結構ね、スーパーによっては、詳しく書いてあるんでね、甘口か辛口かだけじゃなくて、芳醇とか濃厚とか、口当たりがどうのとかね、5段階表記ぐらいでね、載ってたりするんで。うん。こちらはね、軽快か芳醇かの5段階表記でしか載ってないんですけど、なんかね、口当たりとね、あと辛口甘口がね、載ってたスーパーあったんで、これちょっと、そこ行っていろいろ見てきてね。まあ、いわゆる、まあ、食中酒というか、まあ、ワインはね、ちょっと口直し的な感じで、飲むと美味しいんではないかなと。これ単品で飲むとね、まずい。基本的に。これはね、単品で飲まないで、やっぱり、なんか食いながら、やっぱ食中だな。で、俺赤ワインか白ワインかっていうのが、どっちにしたらいいのかよくわかんなかったんで、とりあえず赤ワインにしたんですけど、白ワインの方が飲みやすいんちゃうかな。ということで、まあ、両方ちょっと、赤ワインも白ワインもね、甘口のやつをちょっと買ってみて。どんな感じかですね。やっぱ渋いですね。まあでも安いですね。やっぱり。これね。全く無名の、埋めちゃうわ。ね、この外見から安いか高いかっていうの、俺、全然わかんないんで。もう高く見えるんですけど、実際400円ですよ。アホみたいに安い。ちゃんと外国のやつでね。でね、他にもあったんですよ。セブンイレブンで。ボルドー地方だっけ？ボルドーの赤ワイン、700円ぐらいで売ってて、ボルドー産の赤ワイン、なんかコスパがいいとかって書いてあった。それも1200円ぐらい。な、2種類ぐらいあったんだよ。ボルドー産がね。セブンイレブン。あったんで、ちょっとそれはあんまり買いたくないんですけど、高いのはね。とりあえず、まあ、いわゆる、甘口ワインの国産で、ちょっと、ね、試しに買ってみようかなと、言ったところです。まあ、こちら、やっぱ、あんま、美味しくないですね。やっぱ、辛口は。辛口がどうかわからんけど、ググってみるのもいいな。ちょっと、ググってみましょうか。ロスモリノス。モリーノスか。ロスモリーノス。モリーノスと。ブログのが出てきましたね。セブンイレブンで。398円。軽いらしいですね。398円の価格帯の中では上位だと思います。四つ目に乗ってるけど、
はあ。本当かな。あ、ツイッターでツイートしてる人がいた。ね。白のがいいらしいです。白はグレープフルーツを感じる。はあ、でね、結構酔うんですよ、これ。12% なんですけど。なんかやけに酔うんだよな。まあ、やけにって言っても、普段、まあそもそも俺酔いやすいからな。アルコール度数12だから、まあね。普段ビールとか飲んでる人間からしたら強いですね。でも、コンビニで400円っていうのはすごいですよ、ね。スーパーで400円だったら、まあ、あれですけど。コンビニでも400円。コンビニで普通、ほら、高いでしょ。それでもね。398円ならこれで十分です。だって。400円以下のスペインワインの中では結構いい方だと思います。だそうです。ほう。ほうほう。ちょっと、俺には理解できないんですが。理解できないですね。あ、この値段を考えれば十分すぎる美味しさだって。はあ。なるほど。バニラにも似た甘みは、この値段を考えれば十分すぎる美味しさだ。全然バニラなんて感じねえんだけど。も、ワイン初心者の管理人夫婦が安馬ワインを探し求めて飲み続けているワインの記録ですって。ラブラブカップルじゃない。二人のワイン。だって。へぇ。でもあれですね、安馬ワインってことは、これ見たら結構、いいのあるんじゃん。すごい。よくできた、これ、ブログだな。個人ブログとは思えん。まあ、どこがいいかっていうと、国でですね、いいのがどこなのかというと、チリが比較的いいらしいというのは聞いたんです。知らん。まあいいや、二つ星。どうだろうな。二つ星。まあ、ワインって言ったらこんなもんかなと。赤ワインだなと。
ああ、可愛いってこんなもんだなっていう感じ。それだけです。赤ワインを、赤ワインですわっていう感じ。400円で買って。あ、安ワイン買って。あ、俺これ、あれだわ、ワインだわっていう。何の変哲もない、なんか。普通の赤ワインっていう。赤ワインってこういう味だったなっていう。それを思い出すための一品です。まあ。ただ単に俺がワイン嫌いなだけで、普通だったら三つ星なんですけど、俺はワイン嫌いだから二つ星にしてるだけです。ということで、ご視聴ありがとうございました。